どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手にということで、今回は曲語りなんですけれども、カラオケでいきたいと思います。B の遠い遠い未来へという曲を歌ってみます。はい。弾き語りでもいいんですけど、せっかくカラオケに来てるんで、やっちゃいたいと思います。はい。この曲はね、B が作ってないんですよ。ガーネット・クローが確か楽曲提供したシングルなんです。歌いますね。息が止まるくらいの長いキス、今思い出した誰かのために生きたいなんてきっと幸せだったよね。時が経てば忘れゆくこと、そんな毎日でも僕らは求め合ってく。遠い遠い未来で傷つけ合って壊れても、目の前の君を抱きたい。二度とは来ない今君といたい。太い線、遠い視線に胸騒ぎ、ああ癒せない。互いのすれ違いにいつかそう怯えないように弱気な時逃げないでいいよ。分かり合いすぎて身動きもできない。遠い未来へ行くように二人暮らそう。世界中後に残し、目覚めてもまた同じ夢を見たい。まあ、最後ね、ちょっと高くなってなかなか難しい曲なんですけど、 A メロの誰かのが互いので、ここのメロが落ちるところがすごい好きなんですね。まあ、あとディーン得意の遠い遠いっていう言葉よく出るんですよ、ディーンのね、それのヒットかと思いますが。遠い遠い未来で傷つけ合って壊れても、目の前の君を抱きたい。二度とは来ない今君といたい。二度とは来ない今君といたい。はい、というわけでこんな感じで、うまく歌えないので、本人を聞いてください。まあ B に限らずビーイング系の、ね、曲は、まあ、何回も言ってるんですけど、歌詞が、まあ、すごく分かりやすくてシンプルっていうところがあって、で、まあ、曲語りにするとあんまり深い意味がそこまでないから、そんなに語ることもないっていう感じで、まあ、もうこの綺麗な言葉を聞いてくださいっていう感じですね。遠い遠い未来へもすごく、まあ、分かりやすい詩の通りの思い、まあ、ラブソングみたいな、ことじゃないかな。それをすごく遠回しに言ってるような曲かなと僕は感じております。はい、というわけで今回はディーンの遠い遠い未来を歌ってみました。最後まで見てくれてありがとうございます。さよなら。